4体。 時間は稼いだ。 ただ 気がかりなのはあの気功種。 何か妙だ。 17メートル以上あるのか。 でかい。 獣のような体毛で覆われている巨人など初めて見る。 こちらに近づくでもなく、 ああやって歩き回ってるあたり、貴公子に違いないのだろうが。よし、よく戻ってきた。ここで夜まで耐える必要はなさそうだな。 その武器は何て言うんですか？ <笑>腰につけた飛び回るやつ。同じ言語のはずなんだが、怯えてそれどころじゃないのか。つうか剣とか使ってんのか。やっぱうなじにいるってことは知ってんだね。 まあいいや、持って帰れば。人は 戦うことをやめたとき、初めて敗北する。<笑>戦い続ける限りはまだ負けてない。 しかし、面白いこと考えるな。